もう一回言って。ぶどう常用譲渡。早口言葉だ。違う、あのオペラ座の怪人。ぶどう、ぶどう常用譲渡よ。いやいや、それ君ね、言葉だけで覚えようとするって僕塾の先生って、ね、違うんよ、うん、理論付けて覚えるの。なんでこういうこの歯がブヨンブヨン動いてる、うん、これを映像で考える。歯が上下運動してるんですよ、うん、わかんです。タッピングってジャンプしてる、うん、タップダンスあるやん、はい、なんか坂井正明とかなんかね、隠し芸でしょだけど、やけんあのビートたけしの映画でもあったけど、タップ足カカ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 なんか言いながらね、うん、踊るんやけど、タッピングって上下運動、ジャンプして跳ねてるような動き。ということは言葉で覚えなくてジャンプしてるから、なんとかの怪人、何やったっけ、オペラ座の怪人、オペラ座の怪人で舞踏会、うん、舞踏上上舞踏って舞踏会の床の上、うん、舞踏場、うん、舞踏場用同様あれ僕も分からないんだけど、今何と思ってるの君、今で何ですか。いや、もう1時ですよ、1時。もう深夜1時もうすぐ深夜1時、もう外はもう真っ暗ですね。舞踏場用同様用って何やろか言われたらね、うん、勝手に僕の頭から出る。舞踏場用、あ、そっか、舞踏会の上のような動揺、あ、動揺、いや、舞踏場用動揺、舞踏場用動揺、うん、いや、舞踏じゃない、舞踏舞踏舞踏会、舞踏、うん、舞踏会、舞踏会の、だから漢字で書くと舞、舞踏会、舞踏、舞踏会の上、舞踏場のような動揺、舞踏場用動揺、あ、舞踏場用動揺、やけん同様度、うん、同様度3って言って、うん、何でしたっけ、超絶側、ほっぺたとベロ側、うん、で禁煙心、うん、あの手前と奥側、うん、でタッピング運動、上下運動、舞踏上用同様、うん、上下に同様、あと回転する歯はもう骨の維持がない、うん、根っこだけ歯槽膿漏の末期で、はい、バシ、画像でいくと歯槽膿漏がどん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 進んでいって歯周病末期、歯槽骨の破壊がひどくなり、はい、歯がぐらぐらになります、うん、歯肉から脳や血が出て口臭もひどくなります、最後に歯が抜けてしまうことになります、うん、で君は今日怖いけ、はい、抜かんでもいいけど、うん、勝手に抜けるときもある、あ、歯の骨の維持がない、これもし抜けたときは、抜けたときはもう延長ブリッジって、はい、手前の歯がまだあるけん、うん、ブリッジがかけられる保険で、ああ、よかった、やけんもうすぐに抜かんでもいいけど、ただもう寿命は短い、わかりやすかったろ、わかりやすかったです、お客さん、こんな説明してくれんよじゃあ行くぜ、はい、上の歯めっちゃ終わっとるやないか、こっち見て、バキュームで、はい、バキュームだけで、こっち見て、でででででで揺れるやん、これ引っ張られてる、この歯、いや先生ちょっと待って、取れやすくなりそうな気がして怖がって遊ばんでちょっと開けて、でもこれもう固定するしかないけん、うん、もう一回遊んじゃう、いやいや、それ大丈夫、あいだごめん、スイスだろ、痛かったです、はい、処置終了、1時30分深夜、外は